悔い改めという言葉について、皆さんはどのようなイメージがあるでしょうか。私たちの持っている悔い改めのイメージは、神様が私たちに求めておられる悔い改めと果たして同じなのでしょうか。今回は聖書で教えられている悔い改めについて、また違う角度で深く考えてみたいと思います。実は旧約聖書と新約聖書では記された言語が違いますので、悔い改めるの意味についても表現が違っています。例えばヘブル語で書かれた旧約聖書では、悔い改めをシューブと言います。この意味は立ち返る、戻る、引き返すなどです。それに対してギリシャ語で書かれた新約聖書では、悔い改めをメタノイアと言います。それは、悔やむ、残念に思う、後悔するという意味になります。どちらも悔い改めではありますが、二つとも悔い改めには必要な要素になります。ここで、旧約聖書と新約聖書の二つの視点からそれぞれ考えてみたいと思います。まず、旧約聖書から見てみましょう。あなたは彼らに言え、主なる神は言われる。私は生きている。私は悪人の死を喜ばない。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ。心を翻して、その悪しき道を離れよ。イスラエルの家よ、あなたはどうして死んでよかろうか。この聖句で、悔い改めの意味として表現してあるのは、心を翻して、その悪しき道を離れることです。先ほどの旧約聖書のヘブル語で、立ち返る、戻る、引き返す、の意味と同じであることがわかります。心を翻してとありますが、まず翻るためには、今まで進んでいた方向とは真逆な行動が必要です。これは非常に労力を要する大変なことであり、そう簡単なことではありません。なぜなら、心と体をすべて翻して、元来た道を引き返すことを選択するわけですので、そこに至るまでの様々な経過を考慮した上で、引き返すことに同意する行動だからです。しかしこの同意にも間違った同意があります。例えば、私は以前アパートの4階に住んでいたことがあります。八百屋で野菜を両手の袋いっぱいになるほど買ったので、それを持って4階までやっとの思いで階段を上ってきました。息は上がっていますので、深呼吸して落ち着かせます。しかし、次の瞬間、あれ？部屋の鍵。ああ、車の中に忘れてきた。仕方なしに、また階段を降りて取りに行くわけですが、この時の私の心の中はどういう思いでしょうか。うっかりした自分に対して、なぜちゃんと確認しなかったのか、とつぶやき、この自分に対する不平不満の精神を持ちながら、今来たばかりの階段を引き返していることでしょう。この引き返す行動は、確かに翻ることではありますが、不満とつぶやきが伴っています。これは聖書で教える悔い改めの状態とは決定的に違うことがあります。それは鍵がないと部屋に入れないという理由なので仕方なしにという流れの中で引き返すことに同意したのです。しかし、聖書の教える心を翻しては決して仕方なしにではありません。
自分の意思で自ら進んでそうすることを選ぶということなのです。この違いを神様は絶対に見過ごされません。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶとあるように、神様は自分の意思でその道を離れたいという決断と行為を本当の悔い改めとみなしてくださり、喜んでくださるのです。つまり旧約聖書で言う悔い改めとは、たとえ自分にとって不利益や厄介事になろうとも、自分の意思で自ら進んで今来た道を引き返すことなのです。そこには強制というものがありません。あくまで自由意志の同意のもとで行動しようと決意、決心しなければならないのです。しかし実際、自分の誤りに気づいてすぐに今来た道を引き返すべきであると認めはするものの、私たちは時にはそれが非常に困難な場合もあります。なぜなら、引き返すべきだとは思っていても、いろいろな状況が気になって、なかなか思うようにいかないことがあるからです。例えば、こんな状況になったのは、あの人が先に自分に対して不当なことをしたので、悪いのはあの人だ。それは当然だ。など、引き返さない理由について、ついこのような方向性に、気持ちが向いてしまうのです。これはアダムが最初に善悪を知る木の実を食べて罪を犯した時の状態と同じになります。人は答えた。私と一緒にしてくださったあの女が木から取ってくれたので私は食べたのです。このように自分の意思で引き返したいという決断と行為を選択するのは、時として非常に困難であることがわかります。これが罪人である私たち人間が人生の道に迷って、どこに向かっているのか自分でも把握できないのと同じ状況になります。例えば、どこか目的地に行くために、カーナビを使って目標値設定をしていながらも、その音声案内を全く無視したために道に迷ってしまい、その迷ったという悪い状況がさもカーナビの性能に問題があるかのように振る舞っていることと同じです。さらに、決して元来た道を引き返さないで、自分の方向感覚を信じてさらに進むことで、どん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 山の中に入っていくようなものです。そしてついにカーナビも現在地を特定できなくなってしまうほどの山奥に来てしまい、もう自分がどこにいるのかも把握できない、どうしようもない状況に陥るのです。これが素直に自分の非を認めて引き返さなかった時に起こりがちな失敗です。このままでは安全に目的地に到達することはまずありません。ここまで来て初めて自分の選択を後悔するわけです。しかし、このような状況に陥った時でさえ、神様は私たちを決してお見捨てになられないという驚くべき希望の約束が聖書には記されてあります。牧者がその羊の散り去った時、その羊の群れを探し出すように、私は我が羊を探し出し、雲と暗闇の火に散ったすべてのところからこれを救う。もし自分の選択が間違っていた、
カーナビの音声案内を聞いていたらよかったと本当に反省して来た道を引き返したいと望んでいるならば、自分がどこにいるかわからない、そのような道に迷っている羊のような状況であっても、その羊の羊飼いである神様が私たちを探し出してまで助けるという約束なのです。これは罪人が自分の意志で悔い改めを望んでいても、自分の力ではどうしようもないときに、神様の方からその罪人を悔い改めててくださるという約束なのです。これは心固くなな私たち罪人にとってなんと尊い約束なのでしょうか。新約聖書からこの具体的な例をさらに学んでいきたいと思います。以前、人はなぜ悔い改めるのかというテーマでお話をさせていただきましたが、その中でも引用させていただいた聖句を見てみましょう。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いをさせる悔い改めに導き、この世の悲しみは死を来たらせる。ここで神の御心に沿った悲しみが悔い改めに導くとあります。しかしこの神の御心に沿った悲しみを得るために、まず私たちが経験するべきことは、自己嫌悪、自信喪失、罪人としての自覚などの残念な自分の姿を認めることが挙げられます。これらの感情を私たちが味わうことは決して楽ではありません。これはカーナビの音声案内を無視した事実を自分の落ち度として率直に認める状態になります。ああ、自分はなんと軽薄だったんだろうか。この事実を認めるとき、今まで固くなだったプライドは打ち砕かれてしまいます。もはやこの状況で誰かのせいにしたり、文句や不満の精神は全く見られないはずです。しかしここに導かれているのは、実は神様の霊である聖霊が働かれたという証拠になります。それが神の大いなる御業の現れであり、羊飼いが迷った羊を探しに来て救うという、まさにそのことが心の中で起きていることになります。言い換えるならば、私たちを悔い改めに至らせるために、神が持っておられるご計画の中に、このようなプライドが打ち砕かれる経験、すなわち失敗があるのです。私たちはこの失敗を通して初めて聖霊の働きによって自分の状態を正しく把握できるのです。ここで初めて悔い改めのスタートラインに立つことができるのです。しかし実際、悔い改めの道のりにおいていくつか注意すべき点があります。それは、ほとんどの人が自分の方法で、自分の力で悔い改めができると思いがちであるということです。もちろん自分の意思で自ら進んで罪に歩んでいた道を引き返したいとまず決心するのは自分なのですが、これを神様の導きなしで達成できるはずがありません。ある意味、カーナビが現在地も把握しなくなり、まだ方向感覚を失った状態のままなのに、自分の方向感覚を信じて道を引き返そうとする状態が、まさに自分の力で悔い改めようとする状態です。常に自分の力に頼るのでなく、私たちの
飼い主である神様に信頼することが唯一の安全な方法であることをぜひ覚えておかなければならないのです。ですから悔い改めるためには私たちだけの力ではなく神様の強力な助けが必要なのです。私たちは悔い改めたくなった時でさえ一瞬誰かのせいにしてしまいたい、そのような気持ちにさえなります。もしその誰かのせいにしたい、そのような声を信じて実際に誰かのせいにするならば、その結果自分の罪に向かい合う悔い改めの機会は失われてしまうわけです。しかしそのような私たちの弱さを神様はすでにご存知です。そして神様は御自ら悔い改められない私たちを探し出してくださり、そこに聖霊をお与えくださって、私たちが本心に立ち返る道を神様が共に歩んでくださるのです。神様の御せつりのうちに私たちの失敗や過ちを通して、私たちが神の御心に沿った悲しみを得るように神様は導いてくださるのです。だから失敗や過ちによってどん詰まった時こそ、聖霊が私たちを悔い改めへと導かれるために働かれる最大のチャンスとなるのです。悔い改めについて神様が私たちに求めておられることは、聖霊によって示された自分の本当の状態を認めて、罪に歩んでいた道を今すぐ引き返すこと、まずはこのことを決心することです。ここで特に大切なのは、自分の力だけで悔い改めができると考えてはいけないということです。なぜなら私たちは道に迷いやすく敵が多いからです。私たちを探し出して救ってくださるお方は神様だけです。確かに私たちは失敗を繰り返したり、自分の罪に何度も打ち負かされるかもしれませんが、それでも決して諦めず、忍耐と希望を持ち続ければ、神様が必ず道に迷った私たちを探しに来られて、悔い改めの救いの道へと導いてくださるのです。私たちはこの望みによって救われているのである。しかし、目に見える望みは望みではない。なぜなら、現に見ていることをどうしてなお望む人があろうか。もし私たちが見ないことを望むなら、私たちは忍耐してそれを待ち望むのである。そしてさらに、失敗を通して自己嫌悪、自信喪失、罪人としての自覚という最も辛い現実をかみしめる経験をすることにより、今まで持っていたプライドが打ち砕かれます。しかしここからが自分の意思で自ら進んで罪に歩んでいた道を引き返したいと心の底から思うチャンスとなるのです。このことを信じるなら、もはや失敗をも品性の回復とするクリスチャンライフに入ることができるのです。これらの心の変化を考えるとき、冒頭でお話ししました旧約聖書の立ち返る、戻る、引き返すという悔い改めは、新約聖書の悔やむ、残念に思う、後悔するという悔い改めからまず始まっていたことがわかります。つまり聖書は一貫して悔い改めることが
難しい罪人を正しい悔い改めへと導くために働かれる良き羊飼いであられるイエス・キリストの存在を証ししているのです。このお方は決して道に迷った私たち罪人をお見捨てになられないお方です。なぜなら私たちのために命をも投げ出してくださるお方だからです。私は良い羊飼いであって、私の羊を知り、私の羊はまた私を知っている。それはちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。そして私は羊のために命を捨てるのである。私たちは本当にこの良い羊飼いを知っているでしょうか。頭の中で理解しているだけでは知っていることにはなりません。この良い羊飼いの呼ぶ声を聞かなければならないからです。私たちの声は文字だけでは知ることができませんね。実際にその声を聞いて、そして体験的にその声を知る必要があるからです。そのためにはこの良い羊飼いが今どこで何をしておられるかを知って、その声を認識する必要があります。キリストイエスは世の罪のための犠牲を絶えず捧げて祭壇の前に立っている方として表されている。彼は人ではなく神が建てた真の幕屋で仕えておられる。方としての影であるユダヤ人の幕屋はもはや何の効力もない。日ごとのまた年ごとの方としての贖いはもはやされないが、中保者による贖いの犠牲は絶え間なく犯される罪のゆえに不可欠なものである。神の御前で子羊がほふられたように、イエスはご自分が流された血を捧げて職務を執り行っておられる。イエスは罪人のすべての過失、すべての欠点のために捧げられた供え物を差し出される。我々の中保者キリストと聖霊は人間のために絶えず取りなしをしておられるが、聖霊は世の初めから流された血を差し出しておられるキリストと同じように我々のために嘆願するのではない。聖霊は我々の心に働いて祈り、悔い改め、賛美、感謝を引き出す。我々の唇から溢れ出る感謝は聖霊が心の音楽を目覚めさせ、聖なる記憶で魂の琴線を感動させた結果である。礼拝、祈り、賛美、罪の悔い改めの告白は誠の信仰者たちから勲功のように天の聖女へと昇っていく。イエス・キリストが今天の聖女の至聖所におられ、そこで私たちが悔い改めることができるように聖霊をお与えくださり、悔い改めの祈りの取りなしをしておられる間に、私たちは自分の意思で自ら進んで罪に歩んでいた道を引き返したいと心の底から思う経験に預からなければなりません。なぜならばキリストは近い将来、中保者としてのお働きをおやめになって、次のお働きである、すなわち、王の王、主の主として、天の聖女から退かれるからです。その時は近づいています。天国は近づいているのです。
暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見、死の地、死の陰に住んでいる人々に光が昇った。この時からイエスは教えを述べ始めて言われた。悔い改めよ、天国は近づいた。この中保者イエス・キリスト、大祭司イエス・キリストが天の聖女、死聖女を退かれる時には、もう誰も悔い改めることができなくなります。良い羊飼いは、ご自分の羊を見つけて、囲いの中に連れ戻し、その門が閉ざされる時なのです。これを恩恵期間の終了と言います。その時に引き返したいと思っても、それを探しに来てくれる人も、また手伝ってくれる人もいないのです。もう手遅れなのです。皆さんはこの事実をどれほど真剣に受け止めておられるでしょうか。今、道に迷っている人は、自分の方法でさらに進んで疲れ果てて、腰を下ろしてその場に留まっている時ではありません。良い羊飼いの呼ぶ声は、今しばらくしか聞こえないからです。悔い改めの招きは、謝ることのできない明確さを持って発せられたので、すべてのものは立ち返るように招かれたのである。預言者は言った。あなた方は主にお会いすることのできるうちに、主を訪ねよ。近くおられるうちに呼び求めよ。悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて、主に帰れ。そうすれば、主は彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ。主は豊かに許しを与えられる。読者よ、あなたは自分勝手な道を選んだであろうか。あなたは神から遠くさまよい出たであろうか。あなたは罪の実を食べようとして、それがあなたの唇で灰に変わるのを経験したであろうか。もうあなたの人生の計画は挫折し、希望は失せ去り、一人寂しく座って惨めな思いにふけっているであろうか。長くあなたに語りかけていたにもかかわらず、あなたが聞こうとしなかったあの声が紛れもなくはっきりと聞こえてくる。立ってされ、これはあなた方の休み場所ではない。これは汚れのゆえに滅びる。その滅びは悲惨な滅びだ。あなたの天の父の家に帰れ。神は私に立ち帰れ。私はあなたをあがなったから。耳を傾け、私に来て聞け。そうすれば、あなた方は生きることができる。私は、あなた方と常しえの契約を立てて、ダビデに約束した変わらない確かな恵みを与える。と言って、あなたを招いておられる。このような厳粛な時に私たちは生存しています。聖霊は皆さんに今この瞬間も働きかけておられます。どうぞ聖霊の声に今聞き従い、そして自分の意思で自ら進んで罪に歩んでいた道を引き返したいと心の底から思う経験に共に預かりたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、今日はあなた様が私たちの悔い改めのために大いなる助け主を送ってくださり、
道に迷う私たちを探しに来てくださり、そしてあなた様の囲いに連れ戻してくださるという希望の言葉を聖書から学ぶことができましたことを感謝いたします。私たちは自ら悔い改めることが非常に困難な、本当に愚かでまた弱いものですけれども、しかしこのような私たちにもあなた様はなお聖霊様をもってあなた様に立ち返るように働きかけておられることを心から感謝いたします。今はまだ恩恵期間の間であり、そして私たちの飼い主であられるあなた様の御声をはっきりと聞くことが許されている時であります。どうぞこの時にあなた様の招きに応じて、さまよい出たところからまたあなた様の身元に戻ることができますようにお助けください。どうぞお一人お一人の心に残り少ない恩恵期間の間、あなた様の御声が届きますように、これらの祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。